はい、酒好きな元新潟人のイース動画です。今回はですね、こちら、朝日の、冬の日本、青りんごチューハイ。これは、チューハイ果実の瞬間シリーズですね。果実の瞬間。というね、この、果実の瞬間。これ懐かしいですね。この瞬間シリーズ、全然出なくなったけど、出なくなったっていうか、ただ、あれだ、マイナーなの。アルコール度数が 4% で、果汁が 1%。冬限定となってます。あ、賞味期限は大丈夫。もう春なんだけど。原材料がアルコールと、リンゴ果汁と糖類と酸味料と香料。となっております。原材料アルコールって書いてあるとすげえな、これ。青森県産の果汁を使っていると書いてありますね。あ、そう。青りんごね。あ、そうですか。アルコールって書いてあるのすごいですね。アルコールってことは何入ってんだろうな。焼酎じゃないのないのかな。何なんだろう。醸造アルコール。アルコールっていう表示はなかなかないですよね。大体この手の酎ハイって、大体焼酎か、もしくは、まあ、ウォッカか。うん、ですけど、アルコールって書いてあるのはなかなかないですね。じゃ、乾杯。あ、青りんご。これは青りんごだ、これ。これは青りんご。間違いない。最近ね、ちょっとね、気分が優れなくて、ずっと酒、一週間ぐらい断酒してたんですよ。うん。でね、まあ、薬とか変えたんですけどね、いろいろね。まあ、結局あんまりまだ眠れるかっていう、まあ眠れないっていうのもあるんでね。まあいいや。これあれですね。かき氷の青りんご味っていうのあるんですけど、屋台とかの、屋台でさ、かき氷夏あるでしょ。果実の瞬間。それの青りんごの味ですね。うん。これ間違いない。でもそのね、青りんご味のね、なんだ、そのかき氷が大好きでね。一番好きなのが青りんごだったんですよ。まあ、俺はね。こんな夢の、今までずっとブルーハワイとかしか食ってなかったのに、なんかもうなんか、ブルーハワイがさ、なんか定番すぎてずっとそのばっか頼んでたんだよね。で、ふとね、友達にね、一緒に祭り行った時に、青りんごこれうめえよって、食わしてもらったんだけど、すっげえうまくてな。期間限定、これはホームページに書いてあります。青りんごのみずみずしい香りとすっきりとした酸味の中に柔らかい、甘みが広がるチューハイです。四季が、移り変わっていく瞬間を、感じ取れるような、そんな季節ならではの厳選した果実フレーバーをご提案します。果汁にはすべて国産果汁を使用しています。かっこ青森県産の、青りんご果汁 1% 使用って書いてありますね。2017年の11月から、2018年の1月末までの販売予定と書いてあります。
冬限定ってことはあれなのかな。あー、リンゴだからあれか。冬か。旬は冬なのかな。あ、梅。これはあれだわ。かき氷にかけて食ってもうまそうだ。あ、噂だと、噂っていうか、結構よく知られた、話なんですけど、かき氷って、なんか、全部色だけ違って、あと香料違うだけで、一緒とか、原材料は砂糖で一緒だとかって言われてます。言われてます。あれ、香料も一緒なんだっけ？香料も一緒で色しか違わないとかじゃなかった。あと一切原材料とか何も変わってないっていう話聞いたけどな。うん。まあ、だとすれば香料も変わってないっていう話なんだったら、まあ、色しか変えてないってなったら結構すごいですよね、確かに。結構すごいっていうか。うん。だから結局のところカロリーとかも一緒だったらすごいですよね。いわゆるね。いわゆるさ、もう全く砂糖の量も一緒で。で、使ってる原料も一緒で。とかってなったらね、確かにすごい。でもさすがに砂糖の量とかは違うでしょ。ああ。さすがに。さすがにあれでしょ。違うと思うんだけど。ああ、でも久々にチューハイ飲んだな。なんかずーっと酒飲んでなかったかな。あ、結局ね、眠いんだけど寝れないっていうパターンなんだよね。いつも12時ぐらいに布団入って目つぶるんだけど、だいたい2時3時ぐらいまで寝れないっていうパターン。睡眠薬も飲んでるんだけど、まあ、あと目をつぶるとなぜか地震がするっていうね。俺にだけ。こうグラグラグラってするんですよ。震度1ぐらいが俺に襲ってくるんですよね。俺最初のそれになった時にはぁって地震だと思って、でまあいいやと思ってまた寝たんですけど、また来るんです。あれ、また地震と思って、おかしいなぁ、まだちょっと余震てか続いてんのかなと思って、で3回ぐらい目つぶってまた地震が来たから、おかしいなと思って、あれと思って、で、ずーっと続くんですよ、その地震がね。ずーっとグラグラするんですよ。一向に収まんないに、これおかしいと思って、スマホで、地震って検索して、地震が来てるかどうか調べたら、一切来てないんですよね。震度1も来てない。ゼロも来てない。で、一応それも先生に話したんだけど。まあ、うん。あとね、まあ、下痢がひどくてね。うん。食ったら下痢、食ったら下痢、みたいな。朝昼晩、食ったら下痢、みたいな。なんか食べたら下痢とか、あと、なんだろう、タバコ吸ったら下痢。
ずーっとね、最近ずっとなんですよ。ここ1週間、2週間ぐらい。1日5回ぐらい下痢するんですよね。だいたい、俺1食かに、2食ぐらいしか食わないんだけど、2食食ったら下痢。下痢下痢で。で、さらに下痢下痢ぐらいの、2回ぐらい行くんですよ、下痢。1食食ったら2回ぐらい下痢行くんだ。1回行って終わったかなと思ったら、またしばらく経ってるまた下痢来る。パターンで。だからおそらく、過敏性、なんとか症候群とかです。過敏性なんとか症候群ってやつ、なんつったっけ過敏性腸症候群。過敏性腸症候群、過去 IBS。おそらくこれだと思う。よう、これがなるんだわ。で、もうずーっとなんですよね。もう、結局、1週間、2週間とか言ってるけど、これはまだ序の口で、2年ぐらい。うん。もう、なんかおかしいですね。毎食下痢っていうの結構あって。で、それが2年ぐらい前から徐々に続いてるんですけど、最近は余計に激しくなってきたね。まあ激しくなってきた。まあ激しくなって。最近ちょっと収まったなと思ったんだよ。ここにある、ミヤリさんっていうのにね、飲んでたんだけどね。これも効かへん。最初これ飲んでて、あ、だんだん効いてきたなって。効いてたなと思って、1ヶ月前ぐらいちょっと落ち着いてたんですけど、1週間か2週間前ぐらいからひどくなってきて、もうとにかく下痢がひどいのはあるね。もう水下痢ですね。もう完全に水下痢なんです、もう水です。水みたいにブシャーとか出てるから、ブシャーって出るから、本当にビビるのがすごい、噴水みたいにビヤーって出るからね。公園にあるキュキュキュってやってビヤーって水飲むやつあるじゃん。あれみたいにピシャーって出るから、ね。確実に狂ってる。ほら前回書いたのこれ3月の22日ですよ、これ。あれ ?31 日まであったから。1週間、10日ぐらい俺断酒してたわ。あ、すげえ。10日間ぐらい断酒してたわ。ほんとに。4月の2。すげえな。これは結構甘いっすね。香りもまあ、そんな強くね。まあ、別にまずくはないっすけど、まあ、うまくはない。もうなんか、もうポピュラーすぎる。味が実にポピュラー。3、4、3、3です。おしゃれでした。